ちら。さあやってまいりましたよ。よし、チェックしようぜ。おっと、いい声かなって。ありがとうございます。これはもうオリジナルだな。中抜き？地べた這い回ってんな。ほう。元はどこだっけ、ナンバー2のポジションのはず。名前同じだけどポジションが違うな。そうだそうだ、モンスターのやつ。モンスター多分違う。さすがにこれは誇張ですよね。こんなひどい場はないでしょう。わあ、格差社会を描いてんな。今日荒れるかなって。どうかな。でも面白いって人いらっしゃるんだ。お、飲んでる飲んでる。今回飲むシーンいっぱいだろ。え、サイコロ。ほう、班長よ。空前絶後の大乱戦。
作品自体は初見ですって。ほう、ね、多分ね、流れが分からなくても楽しめたらいいね。ストーリーよりは各章かな。あった、命がけじゃないと面白そうだよねって。逆だろ、生きるか死ぬかだからだと思うけどな。あ、やるんだほー、これは前のリスペクトか。書き音は苦手。うん、でもさ、うまくいけば1000万以上もらえますよ。ドローン。ここまで来たら鉄鋼盾も慣れてくんのかなって。2回目だからか。はあ、なるほど、これもあれか、参加者。パチンコ持ってるもん。見にくいわ、足を引っ張り合うの見にくいな。まあ持ち込み禁止じゃないんだろうな。あ、見にくい、見にくい。協力とかしないんだな。あ、いった！あ！あ！え？偽物？あ！勝った！
おお。中国か、すんごい情報か。ほう。ギャンブル？ん？これはギャンブルなのか。いや、もともとのやつもね、種銭いくらか作ってから次の勝負にっていうパターンは組んでるかな。だから、なんだろう、億単位で満足っちゅう感じじゃないかな。一番新しいやつはいくらだっけな。あー覚えてない。4億ぐらいを種にして、ポーカーだったかな。で24億ゲット。あーごめん、色込め怖いって。色込めなしにしてくれて嬉しいな。ドローンは反則だよって。ドローンは反則なんて誰も言ってないぜ。色込みじゃないよ、大丈夫だよ。ほう。何これこれは完全に運ゲーだな。雑雑だけど、まあ運持つ人なんてそんな感じなんだろうな。積み上げるたって、お、せっかくだからあと4枚もいっちゃおう。ゲームなんかしょぼくねって、まだ序盤だからね。わあ、勝ち逃げ、運を使えばね、不幸なことが起きるって聞いたことあるよって。お、どんな、どうだろう。例えば石油王の息子なんかに生まれちまったらさ、いつ不幸が来るんだい。
運と不幸が 50-50 っつうのは信じないね。ほう。ワイロ。成功報酬とかは？そうなのよ、メリットがない。すげえ馴れ馴れしい。おっと、あーでもやっぱナンバーツーかもね、そうなると。ここからよ、見どころはここからよ、きっと。はかり？おお。まあオリジナルルールってやつね。ブラックジャックとかポーカーとかじゃないんだ。完成したんだ。味方を作れる。ん？過去キャラ勢ぞろい。
ほうほう。支援者崩してる。はは。情報戦？多分準備パートが入る。倫理的に、ぶっ壊れてるね。基本的に必勝法を見つけて絶対勝つように仕向けるっていう作風なはず。ウンプテンポはそんなにしないイメージ。命をもてあそんでいる。はあ、CM。これを笑顔で見物する趣味ねえな。でも鉄骨あたりとかでもあれじゃない？こういう流れじゃないですか。結局その延長線だよな。こういうのを求めてる人が集まってるわけだ。楽しむものと使われるものに分かれてるわけだな。なるほどね。バンジーか。こりゃ人気作だなーって。でもね、こんなもんじゃないよこんなもんじゃないよ。もっとしびれるよ。やっぱねー、サイコロチンチロが一番しびれますけどね。はじめましてって。あら、どうもこんばんは。はじめまして、いらっしゃいませだー。こんばんは、一緒に見ましょう。スポンジボブは、カーニーさんが好き。どうもいらっしゃい。なんだろうな、普通平凡なもの、こうなんだろう、こう法に守られた平平凡凡なものに飽きた人が集まる、そんなイメージかな。が楽しむためにここを利用しているみたいなのは元々のやつにもあるはず。
スポンジボブズボンも四角スポンジボブ。カーニーさんが好き。わあ、制裁じゃなくて。何でも、何でもかい。億かな、10億かな。ほう、仕向けてきた。あー、子供がいるパターンだ。おっと、なんか国とか自治体から支援を受けるためには住所が必要らしいのよね。住所がなくなる事態にまで発展しちゃった人は受けれないって話を聞いたことがあるようにないような。でも寮付きとか住み込みの家とかで働くことはできるよね。まあこれやりすぎですよね。あー、参加すること知ってる。え？あれ？もう準備終わり？お、絡めてきた。
ほう、長期戦か。まあ嫌なやつだな。こっちがちょっと勝ってるが、まあ人脈勝負この10分の差なんだろう。おー、駆動士1位、3分間作ってやるぜ。CM。 何もしてないぞ大丈夫かな。サイコロの時はT ボーンステーキ、捨ててあった T ボーンステーキのをトイレでの床で削ってサイコロ状の形にして自分の血を染み込ませて自作のサイコロを3つ作ったんだとかっていう持ち込みというか準備はしてたかな。でパチンコを制するときはそのパチンコ台の置いてあるビルを、なんだっけな、いくらだったかな、20トンぐらいの水を使ってビル自体傾けるってことやってた。何も準備してないぞ。逆転はあんのかね。まあなんだろうの、その 100% 勝つまで持ってくるっていうのが醍醐味。もともとの楽しみ方が敵側が 100% 勝つギャンブルを用意して持ってくるんですよ。で主人公をはめて、おい払えよ、払ってみせろや貧乏人がみたいな流れをするのが怪事。その流れっぽいものがあるかどうかっつうとこだね。やられたやり返すみたいな、割とそういうストーリー。始まった。お、あー嫌な流れ。信じた瞬間裏切った。バ
倍返し。対戦相手知ってたん、あ、そうか、もともと知ってたか。妨害工作は知ってきたな。ああ、落としてきた。準備力の差だよなー。あ、上からの圧力だ。キンキンに冷えてやがる。まあ不利だ。あ、そうかそうか、最初はでもアドバンテージがあったから。ほーん、CM か。また面白そうな映画に出ちゃって。
さっきキンキンに冷えたコーラ飲んできた。お酒じゃないんかい。シェも多いなって。多いな。まあ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 、ギャンブス何がいいって。ギャンブルするなら得意なギャンブルって話。おー、一番得意なやつがあって、3つずつ数を加算していって21をいったら負けっていうギャンブルならしたい。これ負けたことないんですよ。土地？うーわー！市場操作的なやつ？不動産王。絶望っすね。こんにちは、いらっしゃい。お、来た。逆転パート。おや、おや、おや、裏切り者がいる。ざわ。その息子っつうのが、愛人の息子っつうのが、うわーうわマジか。
初見ですか。おっと、いらっしゃいませ。こんばんは。え、それを、それをあっちに流した。いくらだろう。10億、50億。そんな気がしたって。すげえ、よくわかったね。いくら？あ、え？え？オン。何？何？ヒューマンドラマがあんの？いきなり感動的になってきたけどな。うん、うん、まあ、うん、まあいいや。
葛藤してたのか。ちょっといい話じゃん。弾かれたかと思った今。弾かれてあっちだかと思った。いや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 。いやそんなそんなそんな。左でしょうよ。そんなそんな。まあそうよな。まあそうよ。ファン。まあ下がる方に出るよね。まあそっちですよ。勝ち確ですから。勝ちが確定してる方に入れるよ。動く。あ？
こう来たか。和子いらっしゃい。切り札。あ、閉店。しまった。なんだって。内部の人間ですからね。ざわ。知る方法がある？ほう。参加者一人か。こりゃ死ぬな。統計から行くの？あと15分。和子いらっしゃい。あ、1個だけ上がってる。9。
うわぁ、醜い。どっちにしろメリットがあるんだ。うわ、聞こえない。うう、あれ？あれ？降りちゃうぞ。降りちゃうぞ。さよなら、今までありがとう。ご愛顧誠にありがとうございました。あ、わこーそす。悪運だわ。これ普通にイカ様じゃねって。電気系統いじってるしね。9だけない。まあ、伏線って伏線ってまあこうやって散りばめんだよな。このやり方腰めきっていきそう。あの支配人的には Q
9選んだ方がメリットがあったのでは。え？あ、まさかの協力者あり。はい、5分でいけるかね。マジかこれはちょっとマジかだな。はあ、なるほど。ドローンの協力者があっちに入れる可能性も十分あったよね。あ、めちゃくちゃ美味しいとこ来たな。関西人の求心力すごいな。すげえヘイト買ってるって、この空気感まで計算あったらすごいね。まあやってること えげつなかったからね。敵側に入れないとあれよな、今で投資した分ゼロになっちゃうし。ほう、どうなんだろう。ファン勝負ってとこだな。いいねってあー、なるほど。監修味方につけるのは面白いね。
ピノ欲してた。よかったじゃん。ハートもあるかな。あれ？ちょうどそのエモーションあるんだ。ん？どれだ？あ、本当だ。始まった。これまだ時間だいぶあるんだぜ。嘘！そうはならんやろって言いたいとこだけどな。まだダメ。マジで？草。あそこに金貨あるのおかしくない？投げて入っちゃったの。飛んでった。はかりの中にお金入んないとあれだぜ、リターンないんだぜ。これ仕組みだったら面白い。仕組んでいたんだったら。弾かれたやつか。
絵画の。あ、ハケの一枚を笑う者は一枚泣いたな。はい。そう。機械操作スキル高いな。うひょう、わあ見苦しい。どんまい。ひしょ。無意味に終わってしまった。実質的負け。
割となるほどねって感じだったわ。別に針にし、に金貨仕込んだのはあれは作為があったわけじゃないんだな。散々煽った報いだよなって。まあ最後までわかんないね。最後までわかんないな。何が起こるかな。なるほどね。